はい、どうも、久保さんです。今日のニュースはこちらということでですね、はい、あのね、もう、アホな政治家ばっかりの中でですね、やる人はやってくれてます。やる人はやってくれてます。というお話でございますよ。まずね、やっぱりね、安倍さんでございますよ。安倍さんやってくれますよね。なんか今ですね、日本政府の今後の日本の舵取りをどうしようかというのを決めるですね、骨太の方針がですね、もうね、安倍無双によってですね、もうね、安倍さんの思い通りにですね、コントロールされちゃいそうですよっていうのがですね、一個お伝えしたいのと、あともう一個、もう一個も気持ちいいんだ。はい、片山さつき&有本香里コンビがですね、国会で炸裂でですね、この二つの事業をちょっとお伝えしたいと思いましたね。これはね、テンション爆上がりでございますよ。まずはですね、これ、ね、あれは有本香里姉さんとですね、片山さつき姉さんですね、これコンビ技がですね、本日の国会で炸裂をしました。あれです、土地利用規制法案でしたっけ。ほら、中国がですね、日本の土地をですね、アホみたいに買っていると。で、これをですね、なんとかして規制しなければという形でですね、土地利用規制法案という法案が出来上がったんだけど、公明党のアホどもが、公明党のアホどもがですね、もう寄ってたかってぐちゃぐちゃにして骨抜きにしまくったんですよ。で、骨抜きにしまくったままですね、施行されてしまいました。その結果どうなったのかっていうのをですね、なんと有本香里姉さんがですね、北海道に飛びまして実地調査をしてくれたんですね。その調査をした結果をですね、片山さつきさんにお伝えをしまして、そして大物議員片山さつきさんがですね、国会でですね、いや問題だらけですねこの法案ということをですね、ドカンとぶち上げてくれたんですな。今ですね、もう土地利用規制法案は骨抜きとはいえ施行されてしまいました。次はですね、この骨抜きになったものをですね、どう改正していくかというフェーズに入ってるんだけど、そのですね、大きな一歩目をですね、片山さつきさんがですね、踏んでくれたっていう話なんですよ。この女の子コンビの話からちょっと先行こうか。ついてるね、こうか。有本姉さんです。はい、6月の3日、衆院選、参議院の予算委員会の、片山さつき議員の質疑、時間のない中ですね、ポイントを要領よく上げながら、質問してくださったのはさすが片山さんですと。で、送電を含まないですね、電力事業が野放しになっている事態、そしてですね、重要土地規制法のですね、1キロ縛りが無意味という点ね、これ無意味なんですよ。これね、1キロ縛りというのがあってですね、例えば真ん中にね、自衛隊の基地の周り周辺1キロはですね、中国は土地を変えないようにしますって、こう言ったわけですよ。その結果一体どうなったのかっていうのをですね、片山さんが言ってくれてるんですよね。まあ、これは完全に無意味で、いずれもリスク大ですと。外為法を含めですね、早期の改正をお願いしますと、ツイートされておられるですね、有本さんとですね、あとね、片山さんが中から何を言ってくれたのか、いきますよ。重要土地等調査法が6月の1日から一部施行されました。友人のですね、有本香里姉さんが、早速北海道に飛びました。旭川駐屯地郊外のですね、電波塔から1キロ強の土地が膨大に中国資本に使いもしないのに買われちゃってると。これは一体何なのか、安保環境が悪化するのか、重要土地調査法や、外為法のさらなる強化の検討を打ち出されてはいかが。どういうことかというとですね、これね、このね、日本のね、重要な施設である、この電波塔、この電波塔のですね、周囲1キロの土地はね、買えないような法案なんですよ。でもね、そのね、1キロをですね、1センチでも外に出たらですね、もう買いたい放題、やりたい放題なんですね。だからね、この1キロの外側の、1キロ強ね、1.1 メートルとかね、1.1 キロメートルとか、1.2 キロメートルあたりの土地がですね、ぐわーっと買われていて、なんかね、ほら、アーチェリーの的みたいな感じで、真ん中は守れているけれども、その周辺はですね、がっつり赤く染まってると。はい。この法案なんか意味あんのかと。な、意味あんのかと。な、だって、買っちゃいけないよっていう土地の周りはですね、ゴリゴリに買われているわけですよ。これさ、この法案をですね、何度この形でですね、改正をするか、外為法をですね、改正してですね、もう中国が日本の土地を買えないようにする。ね、中国はですね、日本人は中国の土地を買えません。でも中国人は日本の土地買いたい方です。こんなおかしなことがありますかと。ありますかと。で、中国はですね、中国の土地は日本には渡さんというのであればですね、日本もじゃあ中国には土地を渡さんとかですね、そういう改装するべきではないですかとですよ。で、こういう検討してくださいということをですね、岸田のおじちゃんに言ったわけですね。したら岸田君は、はい、検討しますというとか、ね、これはね、検討しますでいいんですよ。だって、片山さんが求めているのは、この強化の検討を打ち出してくださいと言ったわけです。で、ね、岸田君はですね、わかりました。検討の強化の検討を打ち出しますと言ったわけですよ。うん。これはこれでいいんです。だって、このね、大問題をですね、わかった、やるって言ってですね、簡単な変に二つ返事をしたらですね、お前本当これ重要な問題だと分かってるかって逆に非難の声が出ますから、これ非常にね、難しい問題だから、まずは検討からスタートしなきゃいけないね。これをですね、第一歩ですね、この大きな第一歩ですね、片山さつきさんがね、これ、踏んでくれたとね、こういうね、大手の大物の議員さんがですね、こうやってはっきりとですね、この重要な問題に触れてくれていると、こういうのね、重ねていかないとですね、現状変わりませんから、よっしゃよっしゃ、できればね、ここで言うとですね、アホみたいな公明党をこの参院選で切りますと、可愛い声
で言ってくれたらですね、いけいけってなったんだけど、まあさすがにそれは無理だったね。おあまあそれはしょうがないね。というわけで片山咲さんとですね、有本香里コンビがですね、今日国会で炸裂をしたというお話。そしてですね、何よりもですね、安倍さんですよ。安倍無双ちょっとすごいですよ、これね。骨太の方針っていうね、今後の政府の決定、方針がですね、決定するのはですね、多分6月中のね、もうすぐ決定なので、大きな道筋が立った状況っていう状況ではあるんだけれども、これね、安倍さんの影響力が半端なくてですね、すごいよ。まずね、防衛費に関してはですね、岸田のアホがですね、アホとか言ってごめんな、岸田君。岸田君がですね、日米首脳会談でですね、防衛費を抜本的に改革しますとか言ってですね、なんかでかいことを言ったような感じがして、結局いつまでに防衛費をいくらにするのか、具体的な数値目標、全く立っておらずという状況だったじゃないですか。でもね、これね、具体的な数値目標と期間を決めないと、いや、例えばね、5年以内にですね、防衛費を20兆円にしますっていうのと、5年以内に防衛費を6兆円にしますっていうのではですね、5年以内にね、ご存知、数値目標があるのとないのとでは、官僚の動き変わってくるよね。逆算していくと、5年後には防衛費を20兆円にしなければならないということは、じゃあ今年はという形でですね、行動がね、具体的にこう、細かく落とし込まれていくんですよ。でもね、目標を持たないと行動って起こせないんです。落とし込めないから。うん。で、こういうね、記者くんのね、この、できない男って感じでしょ？記者くんは、できない男なんですよ、あいつは。うん。で、それを見たらですね、上司の安倍さんがですね、岸田くん、アホだな、ということでですね、具体的な目標をですね、立たせようということで、抜本的ということはですね、7兆円弱くらい行くのかな？なんてことをですね、演説で言ってですね、で、これ一人歩きするぞ、つったらほら、一人歩きしたでしょ。で、今回ですね、この骨太の方針でですね、安倍さんですね、がっちり目標立てちゃったんですよ。はい、5年以内に 2% 以上。簡単に言うと、5年以内に10兆円。5年以内に必ず10兆円に引き上げるということで、骨太の方針に書き込むということですね。ほぼほぼ決まりました。だから5年以内に10兆円するには、じゃあ今年はどうする、来年はどうするという形の具体的な計画はですね、今後官僚の中で立てられていくはずなんですよね。これやってくれたんですよ。で、もう一個ね、とんでもないものがですね、プライマリーバランスです。プライマリーバランスをですね、引き締めるということは、財政出動を抑えてですね、財政の黒字化を図るっていう、ね、財務省がよく言ってるでしょ。あれね、今やっちゃうとですね、経済は死ぬしですね、防衛費の増額も多分ね、できないんですよ。だからですね、高橋さんがよく言っているプライマリーバランスの黒字化を延期しますと、一旦凍結しますとね、プライマリーバランスの黒字化を一時凍結しますって言ってるでしょ。だからね、このね、プライマリーバランスの黒字化の目標がね、骨太の方針に書かれてしまったらですね、財政出動なかなかできないから日本厳しいことになるなという状況であったんですよ。でね、ここにもですね、あ、でそれに関してね、岸田派とですね、高市派でですね、結構綱引きやってたんだけど、ここに割って入ってきたのが安倍総理で、高市派にがっちり味方をしてですね、プライマリーバランスの黒字化目標はですね、今回の骨太の方針にはね、明記が見送られました。財務省が何としても明記をしたかったんですけども、この明記がですね、見送られたとニュースがね、ついさっき入ってきました。もうね、これ完全に安倍無双です。ちょっと読んでいこう、この記事で、ね、気持ちがいいからね。はい、いきますよ。はい、先にこっち読んでいこうか。安倍さんがですね、このね、骨太の方針に与えるですね、この流れでございますが、これ読んだらですね、大体わかりますから、こちらだけ先読んでおこうか。はい、防衛費をめぐる安倍晋三元首相の発言と骨太の方針と、まずね、5月の26日に安倍さんがね、派閥の会合で、これね、日米首脳会談の直後です。日米首脳会談の直後に安倍さんが派閥の会合で、令和5年度の予算について防衛費は6兆円の後半から7兆円が見えるくらいの増額が相当な額だということでですね、ふわふわした岸田のですね、ふわふわをぶっ飛ばすですね。具体的な数字を言っちゃったんです。これで僕の、やっ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 て言ってですね、僕動画作ったと思うんだけど、その後ですね、5日後、政府がですね、経済財政方針、運営の方針、骨太の方針案をですね、これ公表したんですよ。これを見た安倍さんがですね、安倍さんが派閥の会合で、防衛費のですね、国内総生産、GDP 比 2% 以上へ、5年以内に増額をですね、掲げる党提言に触れ、このラインは本来は、骨太の方針に書くべきではないんですかと、ね、単なる党の方針ではなくて、日本政府の目標にしてしまいと、ね、5年以内に 2% をするということを、日本政府の目標にしてしまいということを言ったわけですよ。そして、本日ですね、政府が、ね、日本政府が自民党の会合に骨太の方針の修正案を提示、国防予算をですね、GDP 比 2% 以上にすると、2% 以上とする NATO 諸国の目標に関する記述を注釈からですね、本文に移動、防衛力を5年以内に抜本的に強化と明記、つまりですね、これ、続けてこれ書かれちゃったわけだから、防衛力をですね、5年以内に、NATO の諸国、NATO 諸国と同じように GDP 比 2% 以上にするぞという形でですね、安倍さんの圧力でですね、こういう
流れになりました。これ、ですね、これ、あれですね、あれですね、朝日新聞用に言うとですね、多分明日ね、安倍暗躍とかですね、多分ね、明日ね、多分ね、朝日新聞の見出しに載るぜ、多分ね、安倍暗躍で、産経新聞に言うとですね、安倍さん、八面六臂の大活躍というお話でございます。ちょっと記事読んでいこうか、言いますね。はい。防衛費強化、プライマリーバランスをめぐる議論、はい。高まる安倍氏の存在感という形でございますな。うん、もう安倍さんがそのまま総理になっちゃえばいいのにな。うん、政府がですね、経済財政運営の方針、骨太の方針のですね、案の防衛費をめぐる記述をですね、示した修正者、これ修正者なんですよ。背景にはですね、自民党の安倍さんによる強い働きかけがございますと、前年のですね、骨太に盛り込まれていた2025年度のですね、プライマリーバランスの黒字化目標も、今年はですね、安倍さんの意向を踏まえて、明記が見送られました。プライマリーバランスの黒字化なんてやっちゃうと、財政緊縮になってしまいますから、ね、財政出動できないんですよ。大きなお金出せないですよ。ね。でもそれはですね、日本の経済にも打撃を与えてしまいますし、防衛費の増額にもですね、を阻んでしまう可能性があるということで、安倍さんの鶴の一声でですね、プライマリーバランスの黒字化の目標、今回の明記は見送られたという形で、安倍無双でございます。はい。首相退陣から約2年が経っても、安倍さんの存在感は依然としてでかいと。ね。私がするべきことは、政府がなかなか言えないことを言うことだと思うと、確かにね、首相という立場では言えなかったことをですね、今安倍さんフリーの立場でもうやりたい放題やってますよね。もうこんな安倍さんちょっと気持ちいいよね、見ててね。安倍氏はですね、3日、インターネットの文化人放送局の番組で、こう述べたの。あ、そうなのよ。今日ね、安倍さんね、これ、ほら見てみ、これ。これ文化人放送局なんだけど、これネット番組出てたんすよ。ネット番組出てた、俺気がつかなかったのよ。ね、なんで俺気がつかなかったって言うとですね、この裏番組で、はい、我らが親便、百田直樹先生ね、我らが親便がですね、あの、上海電力のですね、ライブをですね、同じ時間で裏でやっていて、これね、安倍さんと百田さんでですね、綱引きがあって、なんと百田さんが勝ってしまうというですね、とんでもないじゃん。まあね、その時のね、百田さんっていうのは、お昼のね、YouTube のライブの中で日本一のですね、同時接続数だったから、まあ、しょうがないっていうのと、まあ、今でもチャンネルのね、注目度がどうしてもね、文化人放送局と、あと、百田さんのチャンネルで、やっぱり百田さんのチャンネルの方がやっぱり注目されてるっていうのもあったから、別に安倍さんのあれではないという話なんだけど、俺、これ気がつかなかったからさ、この動画を収録したとしたら、僕ね、この動画を見たいなと思ってます。はい。こんな感じでネット番組にさ、安倍さん出ておられたんですよね。はい。ほんでですね、その番組の中でですね、どうやら何か言っているらしいんですよね。こう述べました。首相時代ですね、党内でこういう発言をしてくれればいいのになと思うこともあったとね、首相としてはですね、なかなか具体的な数字を上げられないから、ね、自民党の党内からですね、その具体的な数字を上げてくれる人がいたらですね、僕だってもっとフルで頑張れるのになって思っていたらしいんだよね。だからその役割を今安倍さんがやってるっていうことですね。はい。自身が発言を強めることで、岸田文雄首相を支えるというですね、考えを説明したら、いや、いいと思いますよ。岸田君ですね、オパヨには人気があるから支持率高いんですよ。じゃあですね、もうね、岸田君をですね、傀儡政権として立てておいて、もう裏で安倍さんと高市さんでですね、もうやりたい放題やるっていうですね、そういう状況を作ってもよろしいんじゃないのかしら。ほんでですね、憲法改正なんかはですね、どんな政権でも吹き飛ぶと思いますからね。だから、岸田君にはですね、憲法改正をやって、吹き飛んでいただいて、その後ですね、安倍さん復帰、高市首相誕生、もしくは、岸首相が誕生とかですね、そういう流れでよろしいんじゃないのかしら。岸田君、体張れよ。まあ、いや、どこまで行ったっけ、はい。政府がですね、3日にですね、自民党会合で示した骨太の修正案では、ね、NATO の加盟国が防衛費をですね、GDP 比で 2% 以上にすることで合意をしているとの記述が、原案段階での昼食から本文に昇格をしたと。ね、これは安倍さんの力なんですよね。ほんでですね、防衛力のですね、抜本的な強化は5年以内にやるべきだという形で、新たに時期が明記をされましたと。もうほんと安倍さん言ってた通りのことがですね、この骨太の方針の中に盛り込まれたんですよ。安倍氏の周辺は、一緒に読めばですね、5年以内に NATO 基準の GDP 比 2% に引き上げるとなると、これがなかったら骨太ではなくて、もうガリガリでしたと。ね、ガリガリの、なんだっけ、骨太の方針が。だから、ガリガリの方針だと。これガリガリの方針にですね、安倍さんががっつりと肉を付け加えたという感じなんですね。はい。そして修正に向けてですね、安倍さん精力的に動いたそうでございます。2日の安倍派の会合で、防衛費の5年間で GDP 比 2% を骨太に明記をするべきだと主張しました。しっかりとした目安と期限を明示して、国会意思を示すべきであると。本当そうですよね。と述べました。NATO はですね、30カ国で正面にいるのはロシアだけであると。こちらはですね、日米2カ国で警戒対象はですね、ロシアに加えて、中国、北朝鮮であると、はるかに状況は厳しいってことは分かってんのかと訴えたら、わ、これでもうまさにその通りで、あのね、ロシアとか、ちょ、コーヒー飲みます。
ロシアとか中国を中心に据えた場合、西側諸国っていうのは最前線はフィンランドとかなんだけれども、急にね、NATO 軍、30カ国の NATO 軍がいるんですよ。すごい強い連合だよな。じゃあ東側は、東側って考えたらですね、日米しかいないんだよ。日米しかいないのよ。となるとですね、これね、西側よりも実はね、東側の方がやばいんだぞと、日本もっとちゃんとしなきゃダメだよっていうことで、ね、安倍さん言ってくれたんですよ。やっぱ安倍さんだよな、な。同日夜にかけて安倍氏はですね、政府側と断続的に調整をしました。関係者によるとですね、政府側は当初、NATO 部分のですね、本文への記載のみで、5年以内にがない終戦を示しましたが、安倍さんは了承できるかボケーと突き返したそうでございます。はい、安倍無双。はい、その後のですね、政府案に5年以内が入ったために受け入れたということなんですよね。そしてプライバリーバランスをめぐるですね、党内の議論も安倍さんが主導しました。ここはね、岸田派とですね、高市派がですね、ゴリゴリに戦っていた場所なんですね、うん、そして、積極財政を掲げるですね、党財政政策検討本部最高顧問として、この党財政、党財政政策検討本部がですね、これ高市派なんですよね。そして、財政健全化を目指すですね、財政健全化推進本部の、なんか本部長がいるらしいんですけどね。いや、麻生太郎顧問らをですね、自ら説得をしたですね、この財政健全本部の方がですね、岸田派で、なんとですね、盟友であるはずのね、麻生さんまでいるんだけれども、この麻生さんたちをですね、安倍さんががっちり説得をしてですね、プライマリーバランスの黒字化はもう明記しないということを決めたと。はい、安倍無双。はい、ただですね、政府の周辺は防衛費について5年以内に 2% は紐づいていないと、あくまでも積み上げだと安倍氏の動きを牽制するとね、夏の参院選の結果次第では、年末の予算編成に向けてですね、議論が再燃する可能性もあるというお話でございます。もうですね、これね、これね、なんだろう、安倍さん総理っていうのもあれだけど、もうこれね、岸田君がですね、ここまでですね、安倍さんを気にしていてですね、安倍さんの言うことを聞くんであればですね、傀儡政権岸田で、玉よけ岸田で、裏で高市さんと安倍さんがやりたい放題やりまくり、そういう形を作るんだあればですね、ワンチャン岸田君認めてやってもいいよ、認めてやってもいいよ。でもやっぱり総理、やっぱ顔はやっぱり岸田君嫌だな、やばいね、うん、ということですね、これね、安倍さんですね、まあ、総理を引退しましたけれども、今回は完全に安倍無双、完全に安倍無双。さあ、朝日新聞的に言うとですね、明日安倍暗躍とかな、あと日刊ヒュンダイ、日刊ヒュンダイね、あの日刊、まあ、世界中日刊現代だけど、日刊現代なんかはですね、多分ね、安倍暗躍って多分乗ると思いますよ。明日楽しみにしといてね。ということですね、これね、自民党ね、アホな議員ばっかりね、中国に行って書いてあったアホな議員がですね、非常に増えてきた中でもですね、やっぱりね、安倍さんとかですね、あとね、片山さつきさんとかですね、頑張ってくれてる方は頑張ってくれてるからね、やっぱり僕自民党応援したいと思います。ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。